ドキドキというか、今やっと決まったかですけど。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもこのメンバーに飲むこと多いんですか？いや、純粋に全く同じって感じじゃないですけど、まあこれプラスマイナスとかで。あ、でも気の置けるご友人、はい、そうですね、はい、あんまり仕事の話をがっつりしない人とこうがやっぱり飲んでて楽しいんで、こういう感じになります。あんまり変なところでやりたくないですよね。変なところでやらない。ドラマではないですね。そうですね。まあこういうところだと別にいろんな話できるんですけど、競馬のパッチだろうって話できるんですけど、もう雰囲気が全然違いますよ、公式戦の時は。で、あ、こんにちはぐらいしか私も声かけれませんし。自分じゃ分からないですけど、変わるだし。でも今日ドワゴの方でネットで流す用の対局をちょっとまあ練習っぽくやってもらったんですけど、最初はもうこうふわっとはね、あ、それどういうことなんですかって聞こうと思ったけど、もう始まると全く声かけづらい雰囲気になって、まあでも始まってそうふわっとはできないですよね。はい、ってことなんですよね。いくらそういう場ではあっても、これ軽くやってくださいみたいなのはもうありえないんだなっていうのは今日すごい認識でした。それは無理ですね、やっぱり。なんか今日スイッチ入る瞬間本当、もうマウスとコンピューター画面の中でも見れたんで、あ、やっぱこう、この目を頼みます？何がいいですか、カマロさん。僕もお好みって言ったらもう豚玉みたいな感じで、はい、シンプルで。まあ私はやっぱり将棋始めた頃に米長先生がこう名人を取るちょっと前ぐらいだったんで、結構大盤解説行ったりして、小学生の時に応援していた尊敬してた棋士なので、まあその方がこう戦って負けるというのはちょっと悲しいというか、まあ残念だなと思う部分と、やっぱりこれが全盛時とかでやってたらどうだったのかなとか、自分の力を出して出し切って、まあ勝ちたい。